久保さん、ついに替え歌ですか5本ねプラスおまけ付き <laughs> まあ今からね全部網羅していきますけどまあ、今回僕のテーマはね七面鳥ラップですよ <laughs> あ久保さんのこのね替え歌から僕はねネタありますよ大丈夫です引き出しいっぱいありますからねあまあ七面鳥ラップこれ七面鳥ラップっていうのが、まあ、知らない人多いかもしれないんですけど これは僕がリスペクトしてる柴田さんっていう人がいるんですね。柴田さんはアンチも0.1円だみたいな感じで、アンチを味方にして、うん炎上マーケティングっていうので、えー、今チャンネル登録者数100万人もうちょっと行くのかな ?100 万人行ったのかなまあ、僕が YouTube を始めた時に、あ、こんな人もおるんだっつって柴田さんの動画を100本以上網羅して、すげえな、この人みたいな。なアンチを、 アンチを味方にしてお金に変えてるぞっていうのはすげえなみたいな、んで <laughs> こんな人おるんだなって,言って、まあそのじゃあ昔どんなことやってたのかなってまあいろいろ見てたんですよね。そしたらもういろんなことにチャレンジしていて、いろんなそのまあその柴田さんも真面目になんかあの記者なんかインタビューかな、なんかブログの記事とかも全部見たんですよ。でそしたら真面目に真面目にその回答してる。 のがあってまあ単純にその炎上マーケティングっていうのはいろんなことを試していろいろありとあらゆることを試した結果たまたま炎上マーケティング炎上させてやるっていうのは当たってそれ行きましたっていう話をまあしてたんですよでその中であの七面鳥ラップっていうのがあるんですね柴田さんの中で、まあ、ラップラップで自分で替え歌でうんでこの七面鳥ラップう実はですね まあ最近ではないんですけど今年か去年かわかんないですけどそのひかるくんっていうことをもう一人のうん100万人超えてる人なのかなまあそのリメイクしましてひかるくんともう一人その子がリメイク柴田さんの,そのシメシのラップをリメイクしてそれが50万回か60万回再生されてるんですよそうで柴田さんのその何年前の 七面鳥ラップが20万回ぐらい再生されてんのかなだからあの過去にそんなにバズってない七面鳥ラップっていうのがあるんですけどその有名な、うん、人が、まあ、有名になっ,たなってそこからリメイクしたらまた流行るみたいな。だからこれ結局面白いことで全くその何だ流行ってない、はい、その当時はその当時はそんなに見られなかったものが。 あの有名になってリメイクしたりとか有名になってからやるとまたニーズが出るというかえそんなのあったのみたいな <laughs> 面白いですよね当時はあこれあのやり取りの中でその価値の変動みたいな話もしましたけど当時は全く見られてなかったんですけど有名になってからそれをやることによって過去がまた見られるようになるみたいな、うん、だから安室奈美エさんとかが引退する時もその過去のね グッズだったりとか過去のものもが売れたり何か,かねだからその全て結局意味がある意味がないものって実はなくてだから意味を持たせるというかまあ自分がその影響力とか発信力がつくと実は過去見られてないものも見られるようになるっていうねこう不思議な現象になるんですよ。でねこっっかから何が言いたいたていうと 僕最終的にユーチューバーを目指してるわけなんですけどじゃあある程度チャンネル登録者数10万人とかになった場合まあ分かんないですよまあこれから続けたらそうなるかもしれないですしまあそこを目指してるというかねうんまあなるか分からないけどとりあえず動画の方はもう引き続きアップしてってやっていきますけどじゃあ僕がそれぐらいの影響力になった場合僕ねログめちゃめちゃあるんですよ <laughs> 見放題ですよね あの1万本以上の過去動画見放題なわけですよじゃあこの人って何やってたんだろうって見る人が出るわけですよだつまりログをいっぱい残すことによってみんなログをたどれるんですよわかりますログをいっぱい残すことによってみんなログをめっちゃたどれるんですよということは過去の物産も全然再生されてなかったもの例えば再生回数僕が10とか5とかのやつもね100、1000、2000、万とかいく可能性もあるわけですよ それは自分がえあのなんだ影響力が出て有名になればなるほど過去のログっていうのを追ってくれる人が出てくるのでだから意味がないものって実はなくて意味を持たせるまでもほとんどの人っていうのはそれがね無意味になるんですよ。で無意味になるってどういうことかっていうとちょっとログちょっとやるじゃないですか。 で結局辞めるじゃないですか,だから辞めるんで結局ちょっとのログでしかも影響力も何もないだから誰も見られないですよだからこういう現象というかこういう事実を知っていると全部がねあのー、線で繋がるんですよ全部がて全部の点と点無意味だなって思ってた点と点が実は線で繋げられるんですよねだから今回その久保さんが まあ、ラップの方うをラップというかね替え歌の方を送っていただきましたけどじゃあ僕が影響力ついてじゃあ5年後10年後久保さんから送っていただいた動画は僕がリメイクしてですよ動画撮ったら同じようなことが起こるわけですよ僕がじゃあチャンネル登録者数100万になりましたあの時久保さんとやり取りしてましたねじゃあリメイクして超かっこよくして <laughs> やったら多分まあ光くんのやつは七面鳥ラップ50万回以上60万回ぐらいかな50万回ぐらい再生されてるんですけどなりますよ <laughs> だからね結局あのー、意味ないことと思われるものも後で点と点でつながる、うん、っていうとこですねはい、うん、だからまあ結局続けてほしいなと思いますね、うん、続ければ結局点と点がつながりますんで,でほとんどの人がつながらないまま終わるんですよつながらないまま <laughs> うん そうもったいないですよね、うんはい、七面鳥ラップよかったら検索してみてください七面鳥ラップ柴田とかで検索すると出てきますんでだからその柴田さんって今チャンネル登録者数もう,もうちょっとでね100万人ですよ当時こいつが100万人いくとは誰も思わなかったと思いますよいや僕も結構その柴田さんの動画コンテンツっていうのが結構その大人寄りなんですよ ヒカキンさんとかは子供に寄せてるんですけど、柴田さんももちろん子供を煽ってる部分もあったりとかするんですけど、どちらかというと、うん、大人発見なんですよね。で、当時その YouTuber の人たちって、あの、100、当時4年前とかの話なんですけど、ほとんど100万人いってる人とかは、子供寄りのコンテンツが多かったんですよ。4年、5年前って。うん、だけど、 まあじゃあなぜ柴田さんが100万人いたのかっていうと多分この時代の流れにその大人たちも YouTube を普通に見るようになってきたでその中で大人向けのコンテンツも、えー、見られるようになったっていうのがまあ一理あるんじゃないかなと思いますだから時代の流れで変わってきたってことですよね昔は本当子供ばっか見てたけど今大人も YouTube を見るようになってきたみたいなうんそう もう柴田さんなんかはまあ子供向けというかどちらかというと本当に大人向けのコンテンツですからうん。だから、まあ、まあこれから間違いなく動画ですし、まあ、柴田さんがそのメ,メガウィンっていうねあのメガウィンっていう人はも YouTuber って言われてる人の中で一番結構古い人なんですよ。うん、でメガウィンを抜いたのかな うん、でメガウィンっていう人は当時十何年結構僕なんだこれも昔の話なんですけど「タニタ食堂」「プレジデント」っていう雑誌にも一回取り上げられたんですけど「そのこいつ面白いやついるな YouTube に面白いやつや,やってるな」っつってでメガウィンさんも当時僕見てたんですけど「あのあのタニタ食堂」「タニタ」「タニタ」っていうあるじゃないですかあの体重計測るやつとか。 でタニタの社長さんに融資を受けたっていうでそれプレジデントに乗ってたんですけどでタニタの社長がこいつ面白いやついるから融資するみたいなでお金融資もらってで会社をこう大きくしてったみたいなね話があってだからその YouTuber の、まあ、先駆けというかね日本代表みたいな感じですよでも今はどん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 再生数落ちてる100万人をお100万人じゃなくなったのかな で柴田さん越すみたいな <laughs> そう柴田さんがねこしちゃったんですよね。そうすごいですよ、ね、だからこれはね柴田さんもちょっと言ってるんですけどそのメガ,ウィンメガウィン TV ってあの確かに当時はねこれもちょっと僕の見解なんですけど当時その過激なことをやってる人がいなかったんですよ YouTube で。 だからメガミンさんがあとやってる人続けてる人も少なかったしだから過激なこともそんなにやってる人少なかったんでやっぱメガミンさん目立ってたんですけどやっぱライバルがめちゃめちゃ増えましただライバルが増えたことによってそのバカなことやっても他の人ももっとバカなことやってもっと面白いんですよあからメガミンさんが結局つまんないんですよね <laughs> 昔はつ面白かったなぜ面白かったのかっていうとライバルはいなかったでも今ライバル増えたことによってあのそれがうん面白くなくなっちゃった だから再生数もそんな上がってないんですよ。で、チャンネル登録,登録者数もどんどん減ってるみたいな。で、メガミンさんもいろいろその、なんか、うん、頑張ってるんですけど、なかなかうまくいかない。で、柴田さんって、僕はあのね、あの、すごくね、戦略的に、あの、できるし、あとはね、話がうまいんですよ。話が。 でねなんで話がうまいのかっていうと柴田さんの動画ってどちらかというとこういう動画が多いんですよ多分7割ぐらいはこのこういう動画ですね本当にこういう動画ですでずっとこれで語りかけてるんですよ喋ってるんですよ多分だから上手くなったと思います他の YouTuber の人たちってあの編集で面白くしてるんですよ編集ででも柴田さんって編集せずにこれで面白い話ができるんですよ 要は編集せずにこれで言ってるんでで当時昔柴田さんが言ってたんですけど台本を要こっち側に用意して読んでたんですねで台本もちゃんと作ってそこで面白くこうオチもあるようにこう話すみたいなことをやったりとかあのなんかそういうのをやってたんですよ今は台本ないのかわかんないですけど多分今はもう台本ないですかねだからねこのねトーク、まあ、久保さんもこれこういう動画が結構8割だと思うんですけど これはずっと続けるとマジで力になりますよ要はもう話すことが面白いくなるのでだから編集の力を頼らなくていいんですよ編集の力全くいらないですねこれだけでいいんでだ柴田さんはもうここだけでいってるんで、うん、だ僕は目指してるのはやっぱ柴田さん寄りなんでやっぱアンチもう僕は情報ビジネスや,やればやるほど なんだアンチは絶対出てくるんでどちらかというとなんだそっち寄りかなと思って当時見てましたねうんお金儲けみたいな感じでこう打ち出してると結局絶対アンチが出てきますからな柴田さんをなんだ、うん、スワイプして真似てやってた部分ありますし だ僕のハイボール研究所とかも柴田さんのパクリですしお酒を飲みながらぼやくとかもそういうのも柴田さんのパクリですし結構そのリスペクトしてあのいただきましたけどねうんそうだからまあ柴田さんもね結構ねあれですね我が道を行くみたいな感じで突き抜けてますけど まあ結果的に100万人もうちょっとすいません見とけばよかったんですけど僕が知ってるのは96万人ぐらいの時だったかな今ちょっと見てないんですけどあんまりうんまあそんな感じでまあ久保さんがですね動画を送ってあの替え歌を送っていただきましたけどまあ僕が影響力つけばあれですね <laughs> 久保さんのリメイク <laughs> いくかもしれないですね、うん、はいということで久保さんの動画この後映しますんでよかったら。 「どうぞ」「悲惨悲惨大量の怒り」「僕らの方に」 のしかかる。さあ、目をつぶそう。一緒にハブロー。僕らはアンチだ。キサンキサンキサン殺伐3組。殺伐3組。